こんにちは、宮城です。今日はですね、ワンコ、うちのワンコで散歩しながら、これね、霞ヶ関のね、そこかの霞ヶ関第一橋梁、五の川第一橋梁だったかな、これ歩いてね、渡れるね、橋梁なんですよ。鉄道ね、数少ない珍しい橋梁なんですけど、はい、この風景を、撮りながら、この風景を撮りながら、ワンコ、中ワンたちを散歩させながら、ね、行きたいと思います。はい、JR 三郷線のこれね、鉄橋でございます、ね、人が横で歩いて通れる鉄橋、数少ない鉄橋、難しい鉄橋でございますね。はい、こんな感じで、こんな感じでなっております。こんな感じになっておりますがね、このね、ずっとこっちがね、三郷線の霞ヶ関駅方面、霞ヶ関駅の坂も綺麗でございますね。こんだけ綺麗でございますがね、今日は明日です。三郷線もね、 JR 三郷線も今日は明日です。うちの三郷ですもレッドツアーで、お前も、あ、歩いて、4匹のワンズが、4匹のワンズが歩いております。1匹だけね、1頭だけね、後ろ歩いてるんですけどね、というわけで、こんな感じで、ね、よいしょ、こんな感じで山桜も綺麗に、ずっとこの川なんですけどね、山桜も綺麗に咲いております。これちょっと五の川でございますよ。そしてね、ずっとこの川、今ね、ちょうどカヌの里でカヌをね、楽しんでない方もいます ね。今日は久々に、天気でございますよ。小春日和といったもんでしょうかね。本当にね、いい天気になっておりますね。こんな感じでございますよ。はい、お散歩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 でございますね。我が家のワンズだけどね、ワンズ、ワンズ、よいしょ、ミニミニを描いたね、写真撮影にね、これはね、列車で写真撮影を加えていますね。ちょっとあれ、こんにちは、写真撮影ですか、よいしょ、ね、よいしょ、あなたはこっち倒るとかダメでしょ。よいしょ、よいしょ、こんな感じでございますね。よいしょ、ちょっと一旦切りたいと思います。こんな感じね、霞ヶ関の第一橋梁、霞ヶ関、こんな感じね、はい、綺麗に映っております。はい、こんな感じでございます。一旦切りたいと思います。